渡辺は、渡辺から転じた職業や渡し場に由来する名前。旧太郎町四丁目、渡辺の外区表示板日本全国に見られる地名であり、中世に、摂津国の旧淀川川口近くに存在した、渡辺が最も有名である。この渡辺は、渡辺津と呼ばれる港であり、現在の大阪市中央区の天馬橋から、天神橋の間あたりにあった。また、 渡辺のルーツで有名な神社が座間神社である。現在地の住所は大阪府大阪市中央区九太郎町四丁目、渡辺三号であるが、1988年の地名変更までは渡辺町という地名だった。渡辺の名のルーツが消えることに反対する運動が渡辺聖の末裔の間で起こり、結局は町名番号の 番の部分に、渡辺が用いられることになった。つまり、大阪府大阪市中央区九太郎町4丁目は1番、2番、3番、渡辺の順で、外区符号が設定されている。明治安田生命保険の調査によると、2018年現在日本で5番目に、多いせいであり、人口の0.94%を占める。漢字表記は大きく分けて、渡辺、 渡辺、渡辺の3通りだが、細かい3を含めると自体の数は100以上に上る。ありがとうございます。